今から話すことは、人ならざる者が神代の時代から繰り広げてきた闇の歴史だ。君たちにとってはとても、そう、とても残酷な、だが決して避けては通れない物語だ。そう思って聞いてほしい。いいね。はい。お願いします先生。月には一つの社がある。邪悪を封じる神の社が。月の社。この社が崩れ落ちるとき、空に黒い太陽が昇る。そして人の世を滅ぼす闇の邪神オロチがよみがえる。邪神オロチ。神であるオロチは何者をもってしても滅ぼすことはできない。二人の巫女がよみがえらせる神、すさぶる剣神雨の村雲をもってのみ月の社に封じることができる。二人の巫女。輪廻の輪、転生を繰り返し剣神に寄り添う清き剣の乙女、日の巫女と月の巫女と呼ばれる少女たちが、この大神の家は代々月の社に仕え、巫女を導き剣神雨の村雲の覚醒を手助けする神官の末裔なんだ。代々。大神相馬さんもそうなんですか。相馬は雨の村雲に二人の巫女がいるように、オロチにもまた八人の信徒がいる。心に闇を抱き人の世にあだなす者たちが、相馬は君たちの敵、オロチの一員だ。嘘。君たちが見た巨人の一体、あれがオロチの八つの分身の一つだ。クルスガーさん、すまない、少し話を急ぎすぎたようだ。いえ、いつかは知らなければならない、そして決めなければいけないことだと思いますから。本当にすまない。あの先生、彼は、大神さんは本当に。いや、いいんだ、君の不安はもっともだよ。相馬は君たちの命を狙うオロチの一人なのだから、万が一のことを考えて当然だ。まだ信じられない。俺がオロチの一人だなんて、俺がクルス川を殺そうとしたなんて、俺がこの手で、俺が。わかるんだ、体の中で魂の底で何かがうずいているのが。俺の中のオロチが叫ぶんだ、ミコを殺せと。今だって兄さん、俺は、そんなことになるくらいなら俺は。もういい兄さん。いいか相馬、お前がいなかったらあの二人はオロチに殺されていた。お前があの二人を守ったんだ兄さん。ただこれだけは分かってやってほしい。そのことで最も悩み苦しんでいるのは相馬自身なんだ。私は信じている、相馬が内なるオロチに負けるような男でないと。
日輪烈光飛天崩却。力が溢れてくる。なのにオロチの力に引っ張られる不快感も苦痛もない。これは一体。狼くん、誕生日のこと、髪留めのこと、いいえ、どんなことだっていい。ただあなたと一輪光烈絶絶破。私たちの使命は、雨の村雲の力となってオロチを倒すこと。その人は春の日差しの中で佇んでいました。花園に舞い降りた天使のような美しい姿で。そよ風をはらんで舞う美しい黒髪、すらりと伸びた手足、その人の神秘の湖のように深い輝きをたたえた瞳が、ただまっすぐに私を見つめていました。その眼差しを前に、私は胸が高鳴り、息もできないほどの衝撃と感動が私の心をいっぱいに満たしていきました。これが私とちかねちゃんの出会い、運命の出会いです。